おい、クリーリン。は？わしはお前の師匠じゃ。どうしたんですか？改まっちゃって。つまり親代わりみたいなもんじゃ。だがまだお主がその娘さんと交際するのを許した覚えはないぞ。そんな、さっきはめでたいって。そうよ、そんなの横暴よ。いいじゃないですか、お師匠様。話は最後まで聞け。ついてはその娘さんにじゃな。ねえ、カメちゃん、その娘さんっていうのやめてくんない？私、マロンちゃんって名前があるんだから。え、そうか、マロンちゃん。ついては条件があるんじゃ。条件？まさか。なに、カメちゃん。マロンちゃんのパイパイをちいちょだけパフパフさせて。うわー、か、あいたたたた。なに考えてんのよ。本当ですよ。いやいや、ジョークじゃよ、ジョーク。